はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画の関数の第19弾をお送りします。で、今回この問題3問やっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。で、この後問題文外して解説やっていきますので、まあ見ながらね、解説を聞きたい方なんかは別タブで開いてもらうとか、あとツイッターの方でも問題ね、アップしておりますので、うまく対応してもらえたらと思います。では、早速、ちょっとね、画面を下げてから解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと画面動きますというか、変わりますけど、ごめんね、よいしょ。待ってね、さて、と、行き過ぎた。この、ちょっと切れてんな、待って。これいいか。OK。よし、行きましょう。で、ちょっとね、絶賛、風邪っぴきというか、まあ、病み上がりなんですけど、鼻声で申し訳ない。で、まず、右の図、まあ、随帳書いてあって、ここだけ、説明書書いてないんですけど、まあ、この状態で、関数 y イコールマイナス2分の 1x プラス12と、L がね。なので、こっち書いちゃおうか。で、自分いつも言いますけど、関数の問題っていうのは、問題文を何回も読むのがめんどくさいので、問題文、まあ、ここにあるよね。書いてあった情報は、こっちの図に移していきます、どんどん。で、今直線なので、これ書いたじゃないですか。で、使う使わないは関係ないですけど、まず、プラス12なんで、切片のここが12です。まあ、正しく書くんだったら0の12になりますけど、っていうのを書く癖をつけるといいです。で、今回、丸一番にも対応してるんですけど、直線ありますよね。で、直線の式がちゃんと出てるんだったら、切片はまず書きます。切片は。で、できれば、X 軸。との交点、今 A ですよね。ここも書く癖をつけるといいのかなと個人的には思います。X 軸の上に乗ってるってことは Y 座標は0って決まります、必ず。だから今、この A っていうのは直線の、ね、この直線の式の上に乗ってるので、この直線の上に乗ってるので、Y イコール0をここに代入することができます。で、X 解けばここ出るっていう。で、それが一番なんだよね、今回ね。普段はやるんですけど、ちょっと一番に取っておきます、それは。こっちで説明するね。で、続きで、B が9の0です。はい、9の0。で、C が0の6。で、あと D かな?があるよね。12の6か。よいしょ、こうなっております。で、ADB、まあ、90のマーク書いてあるから OK やね。よし、行きましょう。で、さっきの話に戻りますが、まあ、A を出したいと、1番はね。で、さっきも言ったように Y 座標0って分かってて、このグラフね、の上に乗ってるから代入することができます。なので、ここの Y に0を入れて、0イコールマイナス2分の 1X プラス12と。で、これ左辺に持ってきて、符号変わります。こうやってね。で、2分の1が邪魔なので、両辺に2をかけましょう。そうすると、こっちは2分の1が消えるので、x が残ります。で、こっち 12×2 をするので、24。つまり、ここの x が24でしたと。で、1番は a の座標を求めろって言ってるから、24の0ですよと。これで種類になります。まあ、答えの欄はこれ書かなくて大丈夫ですね。24の0で OK です。さて、では次が、三角形 ABD の面積ですね。これを求めたいと。で、これ、直角三角形って言ってくれてるじゃないですか。なので、あ、じゃあ、ここ底辺で、ここ高さでよくね、と。行きたくなるんですけど、直角だからね。でも、関数、の時に、斜めの長さって求めにくいんですね。特に中学校の知識だと。だから、基本的には、X 軸と Y 軸。それを底辺とか高さで使ってください。だから、今回に限っては、底辺はここです。使うんだったら。で、高さはここ。まあ、一応書こうか。こんな感じだね。で、まず高さからいきましょう。高さ出しやすいからね。今、ここはまあ D を使うだろうと。この12の6をね。で、D っていうのは12の6なんですよ。いい ?12 の6。今、なぞってわかるように、ここは6なんだよね。12の6だから。じゃあ、あと底辺のこの AB の長さいくつかなと考えます。で、これは、真横の線。
を出すときね、まあ今 X 軸になってますけど、真横の線出すときは右側の座標、右側の X 座標から左側の X 座標を引いてください。もしまっすぐ縦、ただ Y 軸のね上とかねを出したいときは上の Y 座標から下の Y 座標を引いてください。だから今だったらここ24から9を引けばいい。まあこれはここが24なんだよね。でここが9だから、まあ、純粋に24から9引いたらいいでしょっていう考えでも大丈夫なんですが、一応右の座標の、いや右の X 座標から左の X 座標を引こうって覚えておくといいと思います。なので24-9だから15なんだよねここね。でもこれさえ分かっちゃえば三角形、一応合わせようね、 ABD だっけ、 ABD イコール、まあ、底辺15、高さ6で、絶対に忘れないでね、ここでミスとかすごいもったいないからね。三角形なんで2分の1を忘れずかけます。そうすると、まあ、ここ約分して3になるから 15×3 で45、これで終了でございます。もし問題文にセンチメートルを使いなさいっていう指示があった場合は45平方センチメートルと必ず書いてください。今回はないので45で OK です。さあ来ました、3番大鳥ですね。いきましょう。ちょっと今説明上書きませんでしたけど、その L 上この上に P がいると、まあ動くんだよね。で P がいて、その BP 足す PC が最小になるとき、つまりこう言ってもいいし、こう言ってもいいし、こう言ってもいいわけ。一回このね L 状のとこで跳ねる感じで、その長さを足したものが最小になるっていう、まあ有名な問題ですねこれね。あの理科の光とかでもたまに出てきますけど、このタイプで、今その反射するとこが斜めになってるので、まずその普通に真横のどこで反射するやつで復習します。ちょっとここで使いますね。まあ、よく出てくる問題、まあ、線がありますと、こうやって乗ってるね、 OKOK、 で、じゃあここに A、 ここに B と書いて、この線の上にじゃあ P を置きますと。でさっきと同じです、反射して戻す、まあ、反射っていうか跳ね返して戻してくると。その時その AP 足す PB、 跳ね返って、まあ、通った道ですよね、それが最小、つまり一番短くなるとき、どんなときと聞かれてる。で、この出し方は、片方をこの線の反対側に持ってきます。まあ、この場合だったら、B を90度ね。対称な点を取るんです。こうやって、まあ、B' ダッシュとか動きますけど。で、対称な点なので、上のこの長さと下のこの長さは必ず同じです。で、こっからこの B' ダッシュに向けて線を引くと。その時のここでぶつかったところが P になるんです。で、一応なんでかって軽く言うと、これね、まあ、跳ね返った道はこっちじゃないですか。で、今、ここの道とここの道は絶対同じです。反射した分だからね。跳ね返し、こっちに移してきただけだから。で、今、つまり、これ足すこれっていうのは、これ足すこれと同じなんです。つまり、この直線の長さと同じなんですけど、跳ね返した場所によっては、例えばここで跳ね返したらこうなりますよね。で、これはこっちに戻ってきたらこうなりますよね。でも、この分ちょっと曲がってる分、遠回りしてるんですよ。で、どんな時が一番短いかって言ったら、もちろん直線の時なの、ここは。ちょっとでも曲がったらその分遠回りしてるからね。じゃあ直線の時どんな時って、それを求める方法が一つを対称な点を取るっていうやり方になります。で、それを今同じことをします。線が斜めになってるけどね、特に気にしません。で、P で跳ね返していきたいので、今通る点、今 AB ってあったのは、この C と B がその役割になります。こういう風に跳ね返したいからね。で、C の対象の点を求めることもできないことはないんですけど、これは B の対象の点の方が楽です、絶対に。で、つまり、こう、P って伸ばして、まあ、この辺かな ?B ダッシュにしとこうか、こんな辺。まず、この座標を求めたいと。で、これは、中点の求め方を使って計算してもいいんですけど、ズレ判断しやすいんです。どうやるかっていうと、今、B からここまで、D ですよね。9の0、12の6です。こっからここに行くのに、右に3行って、上に6上がってます。
まず9から12だから右に3いってるでしょ。で、0から6に上がってるから3いって6なんです。いい ?3 いって6。ってことは、絶対にここも3いって6上がってくるんです。必ずね。だから3いって6。つまり、こっから3いけば、x は15。6から6上がれば12ってすぐ対称な点が求められます。こうやってね。で、一応さっき言った、まだ時間が、まだいけるかな?さっきの計算のやり方でいくと、ここね、B' 求めたいんで、XY とかって置くじゃないですか。まあ、AB の方がいいか。まあ、いいか。いや、AB でいこう。ちょっと他のと混ざりやすいね。AB でいくと、今、B と B', それの中点が12の6になります。中点っていうのは、それぞれ A と Q、この2つの点ね、A と Q を足して、2で割ったのが中点の求め方なんです。だから、ちゃんと書くと、A たす9を2分のをつけたのが12と同じですよっていう。これが計算方法。Y も同じです。どこだ ?0 と B か。だから、B たす0、2分のしたのが6と一致しますよっていう。で、これ解くと2で両辺かければ、2が消えて24でしょ ?9 持ってくれば A イコール15になるから。これも0だからいないと同じなんで、両辺2かければ B イコール12ってなるからね。これが一応中点のね、その計算というか、法規則を使った求め方になるんですけど、まあ図で判断できるんだったらそっちの方が早いかなと、個人的には思います。で、話戻すよ。今、反射する点分かりました。ってことは、C から、分かったよ。ごめん。B' まで。直線を引いて、ぶつかったここが P なんです。じゃあどう求めるかっていうと、もう交点だから、この直線の式出せば、直線の式と、この直線出てるね。直線の式の交点、連立方程式だよね。を求めれば終了となります。だから、まず B'C っていう直線の式を出したい。これね。で、y イコール ax プラス b って置いてもいいんですけど、これ切片ここ6って、切片これだからね。分かってるので、y イコール ax プラス6って置いちゃいましょう。で、これに15の12を代入します。もちろんこの2点使って傾き先に求めても構わないんですけど、自分ちょっとこのやり方が好きなので、入れますね。12と、x に15入れると。で、ちょっとまとめると、15a、イコール6になります。なので、a イコール、15分の6だから、5分の2か。つまり、y イコール5分の 2x、ここに戻してね、こうか。プラス6と。これが、この直線の式、赤の。で、それと、この y イコール2、マイナス2分の 1x プラス12を、連立方程式したら、交点だからね。求めることができるんで、それで終了となります。よし、行きまし。これでも結構幅があるから一回書こうか、ちゃんとね。 y イコールこれと入ってる、よし、OK、これだね。で、まあ、このまま攻めてもね、 y 消せるんですけど、分数ちょっとめんどくさいので、まず上に5をかけます。 5y イコール 2x プラス30で、丁寧にやってもらって構わないんですけど、次ここに5をかけて合わせても、これ分数消えないんですよね。マイナス2分の5になっちゃうんで、だったらここを 2x で合わせたいなと。で、これちょっとちょっと先読みしますけど、4かければここマイナス2になるんですよ。なので4かけちゃおうってことで、 4y マイナス 2xプラス48。もちろん、先に分数消したいから2をかけましたって。2y イコールマイナス x プラス24ってやってから、あ、これに合わせたいなってことで合わせて構わないからね。ちょっと今、板書の関係でこれやりましたけど。で、ここをプラスで消せばいいから、9y 消えます。78。これ下厳しいか。ごめんね。9で割ると9分の78です。で、3で割れるか。一緒書くか。9分の78。3で割ると、3分の26か。細かいね。これが y です。で、あとはどっちでも構わないので、y を代入して x を解きます。うん、どっちがいいかな。上にしよっかな。こっち入れると、
3分の26。ちょっとメモみたいな書き方でごめんよ。プラス6ですね。これまとめると、5分の 2x イコール、こっち持ってきたら、6が3分の18なので、3分の8になる。両辺2分の5をかけて消します。で、これ約分できるんで、3分の20となりますね。これで x が出ました。つまり、最後 p の座標だよね。p イコール x こっちね。3分の20。嘘とか知ってる。で、y が、3分の26やね。となって、よいしょ。入った。あ、OK、OK。これで終了となります。まあ、1番、2番に関しても、もちろん大事なんですが、3番はね、この反射というか、跳ね返って通った道が一番短くなる。絶対最も短くなるときとか、最小になるときって出され方をするので、片方の点を跳ね返すと。まあね、対象の点を取って、直線を出すみたいな。この流れをね、ぜひ覚えてもらえたらと思います。では、今回は、受験対策動画の関数の第19弾をお送りしました。ちょっとね、長くなっちゃったんですが、ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。で、引き続きね、まあ、違う単元もね、あるかもしれないんですが、いろいろ取っていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。